回は、猫様を観察しましょう。これはいらん、知らんけど。ゴミやな。いらん。もうこれ飽きた。なんやねんこれ。テープはゴミ。ガチいらん。なになに、わざわざ持ってくんなよ。いらんから。うむ、消せぬ。おい、あんま近寄んなよ。いてこますぞ。なんやねんそれ。ふりかけなど消せぬ。こんなもので音を聞くなど浅はかだ。君の人生には不要なものだ。ん？なんだその手は。こっちだ。これ入ってますか？あ、入っとる。おんずらこかせていただく。これはいらん。ん？いらぬ。未練がましいペンだ。走っていってこれはいらぬ。そして逃げる。ジュース飲むな。水も飲むな。もう何も飲むな。このメジャーはいるか。んでもちょい待てよ。やっぱりいらんような気してきたわ。普通にもういらんよな。そうやんな。やっぱいらんよな。こんなもんいらんわな。いざとなったら100均にあるもんな。でもちょっと待てよ。その時100均にないかもしらんもんな。でもまあええか、いらんか。よう考えたらそもそも測るもんないわ。いらんわ。これはいらんな。でもその前にぐる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 。なやこれ倒れんで、中途半端に戻しちゃうがで、こっちやから。何回も言うたお母さん。よっこらしょっと、もう年末やから邪魔なものは落としましょう。いやてかあんた誰なん、馴染んどるけど。さらば。封印されし右手を解放する。はっ、凄まじい魔力だ。これは元気玉に違いない。この一周は魔力がとてつもない。レベルが違いすぎるぞ、とめまいがしてきたぞ。気を抜いたら一瞬でおだぶつだ。もう一回行ってみよう。どれどれ。おっと、これは強烈だ。魔力が鼻についた。ここは先ほどとは違うぞ。神聖な魔力だ。すべての始まりの匂いがする。デス猫パンチ、お前はまだ立つな。フェニックスの肉をいただいていく。これは人間が食べるものではない。大天使ミカエルどこだ？何？レクイエムが聞こえる。ん？違うか。やはりレクイエムじゃねえか。くっ。生まれ故郷を思い出してしまう。優しい光で包まんとするミカエルの仕業か。体の力が抜けていく。さて、そろそろ飯にするか。魔力が失う。何？大天使ラファエルがなぜここに？そっちには行くな。やられるぞ。何がやられるやねん。ちょっと見してみ。え、こいつは。光大好きお面なしドスピンラファエルの方やろこれ。ラファエル違いや。生きり立つな。誰にでも吠える貧弱なお前ではミカエルは倒せまい。死神に抱かれて今日は眠るとしよう。ああ、生理前やからなんかむしゃくしゃするな、これな。ないな時に話しかけたら喧嘩なるから言うて、後ろで寝てるカレーピーにもイラついてきたな。おい、頭なでなでは。おい、なでなでの時間。来た。はあ、うれぴー。ああ、暇やな。誰か遊んでくれへんかな。ゴムビヨンビヨンも飽きたな。遊んでくれへん。よしよししてくれへん。人間好きけどな。猫ももう終わりや、人間かまってくれへん。おい、仕事終わったら遊ぶ言うたよな。約束したよな。ずっと見てるからな。お前の夢にも出るからな。何にも遊んでくれへんや、こいつ。ほんで申し訳程度のこの顎ちょろちょろ、もうええて。すぐ寝かそうとしてくるなよ。もっとわしの豊かな表情引き出せよ。もうこうなったら逆に人間をおびき寄せるか、これでな。人間好きやろ、これな。ずっとこれで遊んでる。なんやねん、これ。つまんな。ああ、捨てられてもうた。ついに生きりんキャニーとおっさんってのがバレてもうた。働きたくねえ。飯どないしよう。新しい家族探しに行かなあかんわ。私は神だ。お前ドラムすんじゃねえ。ドラムすこがよ。人間よう疲れた時は神のケツでも拝むがよい。ほら見るがよい。正面から。どうした？遠慮はするな。ケツ神しっかり拝めよ。ほらほらほら元気が出てきた。神様になってみんなから崇拝されたいな。せや、わし神やったわ。神の称号を得られる神試験に合格できなかったのか。大丈夫だ。お前はわかる。神社にでも気晴らしに行くといい。ちょいちょい、お前何しとんねん。私は随分前に一発合格した優良な神だ。神に気安く触るな。特別に一つだけ教えてやろう。貴様は神になどなれない。おいおい、お前何しとんねん。ちょっと神に貸してみ。こんなもんゴッドハンドで一発やぞ。あ、これむずすぎやろ。誰が開けれんねん。ん？何やそれ。お前何しとんねん、それ。神にも塗ってくれ。神もおしゃれする時代が来とんねん。そう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 。それでこれをここに入れて固めると。八百万の神会議で自慢したろ。靴下の神です。皆様の靴下の穴開き具合で今後の人生が左右されます。おい、神の飯がなくなっているのを発見したぞ。危ない危ない。危うく飯抜きでガリガリになるところだったぞ。明日の仕事帰りにこのパッケージと同じものを買ってくるがよい。何やねん、みんなで一致団結、永遠を従ってる時の提案。誰がするか、貴重。ちょ待てや、隣の奥さん浮気しとるやんけ。うちとら一人身で人生フィニッシュしようとしてんのに。何やねん、誰のもやっとるんけ。全然ねえへんや、何やねんこいつ。お、誰や。何やねん。ん？わしにお客さんかな。何やねん、お前かい。てかお前誰やねん。今日も暇やな。何やねん何やねん。布団の中でもぞもぞ何しとんねん。おいお前まさか触って、おい、ちょ待って、ドン引きなんやけど。やめろよ、もうやめろ。手になんかバッチリのついた、きしょいな。
さてダイエットでもせな、これあかんわな。なんやねこのでかいケツ、邪魔やね。お、なにこれ、パーこちょこちょこちょ、パーこちょこちょこちょ、パー、これなんやねこれ、何がおもろいね。もう冬やね、雪が降っておりますわ。おいおいおい、なこれなんやねんこれ。ゆっくり落ちてった気象。お前例のめっちゃハイになれるマタタビ持ってきたんやろな。ちょっと見してみお前それ。なんやねんお前それ、どんぐりやんけ。どんぐりみてえな頭しやがってよ。取引場所はここか。ん、なんやねんお前、撮影して YouTube にあげんのかお前この野郎。私人体保険 YouTuber やな。次回はどんな猫様でしょうね。気になる方はチャンネル登録よろしくねー。